スマップの中居正広、香取慎吾を入れるということをやったじゃないですか、ね、うん、だけどあの頃ってもうスマップなんて正直っていうか男性アイドル冬の時代で、うん、ロケバスが好きで、うん、ロケバス乗って喋ってんだけどみんな喋ってないから、風間さんそれ老害です。あ、そうですね、それです、老害、ソフト老害です。さあ始まりました、風間さんかっちゃんなる。本日のゲストは鈴木おさむくんです。お願いします。よろしくお願いします。元気ですね、やっぱり。そうですね、ブレずに。すごいですよ。はい、初めてお会いしたのっていいともですかね。でもいいともで僕おさむくんに会ったってイメージが、勝間さん何曜日、何年からやってます、勝間さんって。僕96年から入ってます。あ、95年から2回目、1回目僕クビになってるんですよ、はい、2年ぐらいやって、はい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 、なんか堀部が、はい、K2 で出てて、はい、堀部がディレクターと喧嘩して、はい、でさんまさんに相談したらどっちを取るかプロデューサーに決めさせろって言ったら、うん、ディレクターと K2 両方クビになったんですよ。なるほど。で95年から一人でまた入ってきた。で95年から新井さんに、新井さんが新井さんになったんで、うん、今度は一人で出てくれって言って95年から13年間、2008年まで。何曜日多かったですか。でも全部でしたね。鶴瓶さんともやったし、まちゃみともやったし、関根さんともやったし、さんまさんとも、スマップが慎吾ともやって、慎吾とも剛とも、そうです。だから僕月曜日絶対やってです、うん、じゃあそれ月曜日、僕一番最初に、96年に月曜日に入ったんです。でスマップスマップが始まる時に、うん、新井さんに、僕はそのスマップのマネジメントやってた飯島さんに、新井さんに会いに行って、この作家を入れてほしいって飯島さんが言うんですって、うん、でその時に僕がスマスマのネタを持ってったら、新井さんがその日にいいとももやんないって言われて、うん、マジですかっつって、やりたいですっつって、で4月から慎吾が担当してた月曜日に、うん、坪田さんっていう、はい、ナローザワールドとかやってた若手ディレクターでしたけど、坪田さんがやってる曜日に入ってほしいって言って、僕が入って慎吾がいて、森脇さんいたんですよ。森脇健さんいて、で勝松さんその頃何曜日だったかな、木曜日って印象もすごいイメージあったんですけど、ベイさんの時多かったんですよね。多かったですよね。でも青汁飲んでますよね。青汁飲んでます。飲んでますよね。そうです。青汁飲んでるってことは絶対僕の曜日にいたんですよ。まあ、その全部に生かされたから、はい。で僕が入って結構いろいろやってたんですけど、多分そのいいともの中で一個自分がやった功績があるとしたら、坪田さんっていう人と、あの恐怖のドカン大作戦っていう青汁のコーナーを作ったっていう、青汁、青汁の目があって、あれがドカーンってなって飲むコーナーだから、いいともってどっちかっていうとクイズコーナーもあったんですけど、あそこまでパッケージングされたクイズコーナーってなかったんですよ当時。でしかも青汁、体にいいから青汁を飲もうって言った時の勝松さんの、あのすっごい覚えてるんですけど、勝松さんがわって飲んだ時にザリガニの水槽の味がするって、ザリガニの水槽の味がするって言ったんですよ。でザリガニの水槽なんか飲んだことねえだろうと思うんですけど、でもなんか色と匂いで、その言葉が要はだから、あの青汁を飲んだ後にまずいはいいんですけど、まずいわ、要はあの勝松さんのザリガニの水槽によって大喜利、はあ、例え大喜利になってったんですよね。まずさをどう例えるか、まずさをどう例えるかって、だから本当にまずいもの飲ましてもしょうがないわけで、それをどう例えるかっていうことが、勝松さんがザリガニの水槽の味がするっていう飲んだことねえだろって言うんですけど、でもそれによって本当にあのコーナーが弾けてったっていう、ああ自分では全然、僕ねなぜそれを言ったかが分かるのは、はい、ザリガニ飼ってたんですよ。多分その匂いと味だったんだろうね。飲んだことはないけど、はい、そう、あ、そうなんだ。いいともって僕は96年に入ったんですけど、95年に勝松さん入った時ってどういう状況だったかって知ってます、うん、知ってます。もうすっごい数字下がってね、もうそこが見えてた時でしょ。そこが見えて15とか 20% 取ってたのがもう一桁、もう全然です。 6% とか 7% で終わんじゃないかって言われた時に、新井さんになったんですよね、はい、でもそのフジテレビの新井さんになった時に、新井さんになったタイミングでさんまさんとか大量離脱するんですよね。僕さんまさんが辞めた時をすごく覚えてて、はい、あのいいとも選手権って最後ゲームをやって曜日ごとをやるじゃないですか、はい、で俺はさんまさんにボケろって言われてたんです、はいはい、でいつもボケて、うん、でさんまさんもボケて、結局金曜日はいつもビリッケツでダメでって言うと、いつも終わってからあのディレクターが一生懸命やってください、さんまさんに、はい、さんまさんによ、はい、一生懸命やってください、ボケないでくださいはって切れて、徐々に切れていくさんまさんが分かったんですよ、うん、
じゃあ辞めるって言い出して、うん、え辞めるんだ、一生懸命やればいいじゃん、じゃあ怒られたんだからって言っても嫌だって、うん、俺はもう俺のお笑いの理論としてこんなの一生懸命やってなんかでなんかいっぱい勝率が高いところがなんか年末になんか、はい、もう金のなんかタモリストラップをもらえるみたいな、はい、そんなのためにやってるわけじゃないっつって、だから辞める時も見てるし、ただあの時に数字が低いっていうのは何で僕のイメージがなかったんですよ。もうだからさんまさんが抜けてよくこれ新井さんが後に僕が言ってくれたんですけど、自分が担当になった時にさんまさん辞めるしいろんな人が辞めてもういなくなっちゃうかと思ったんですよ。だからその時に残った関根さんとかひろみさんとか鶴瓶さんと久本さんですねが長年やってて、そこに残ってくれたことに本当に感謝してるっつって、ただその時に新井さんが取った作戦がスマップの中居正広香取慎吾を入れるということをやったじゃないですか。だけどあの頃ってもうスマップなんて正直っていうか男性アイドル冬の時代で、ね、これまたその業界というかね、なんでアイドル入れるんだね、いいと思ってどっちかっていうと芸人とか、うん、そういう人が入るとこだろうって笑ってたから、ね、そうです、笑っていいと思ってるところに中居正広香取慎吾、多分それに対してすごい新井さんもおそらく反発もあったと思うんですよ、うん、でもその入ったこととでも視聴率超低いで、その時に新井さんがもう一個改革してるのがディレクターを若手にしたんですよね。ああそうか。でその時にやったのが坪津さんも当時20代じゃないかな、うん、ナローズ・ザ・ワールドでクイズをずっとやってた坪津さんを入れる、そして、当時めちゃモテ始めたかな片岡飛鳥、飛鳥はい、を飛鳥さんをもともといい友でしたけどその頃もナインティナインと仕事始めてグワッて来始めるめちゃイケ前でしたけど飛鳥さんを入れる、そしてごっつええ感じをやってた小松さん、ああ小松さんね、はい、を入れるという、とにかく若手ディレクターを大抜擢していい友をやらせるっていうことをやったんですよね。でそれで僕は96年に入るんですけど、本当に覚えてるのが飛鳥さんがもうみんな尖りすぎてるんで、敬老の日に全員おじいちゃんとおばあちゃんをお客にしてテレビショッキングパフィー出るんですけど、もういやそれ話は面白いですよ、全然盛り上がらないですよおじいちゃん分かんないもんね、分かんないから、だけど結果それをやったことにしていいとも最近なんかちょっと狂ってないっていう、なんか面白くないっつって、でかつ僕は金曜日かな飛鳥さんが実際にナインティナインと多分中井くんが出てるんですけど、うん、エガちゃんを投入し始めました。エガちゃんが出てきて客席にダイブするっていうのを始めたりとか橋田須賀子さんにキスとかしてたよね、しましたしました、大問題大問題なんですよ、で出禁になったんだよね、出禁になって大問題になってもうあと木曜日の、うん、小松さんは木曜日だった、小松さんも頭をいかれてましたね、すごかった、うん、それである時東野さんがオープニングですよ、うん、教祖っていう設定で、うん、みこしに担がれておー教祖みたいな感じのコントやつ、ずっとずっと何何ってずっとタモさんニヤニヤしてやつってずっとやるんですけど、小松さんのとにかく小松さんの回で 5. 何パーセントっていう最低視聴率出てるんですよ。でもうその時に一回そこを打つんですけど、ただみんなが自由な若手の発想で自由なことをやってフレッシュな、で笠間さんも入ってるんですよね、95年僕そう小松さんとやる呼び合いあったからありましたよね、うん、鶴瓶さんとやって、はい、で96年に僕が入って、僕はどっちかというとクイズとか企画を作るっていうのでやってって、うん、どんどん視聴率がそこからスマップの人気も含めてですけど、うん、で草薙剛も入ってきてどんどん上がってきましたよね。いや確かにあの狂気というエキスを入れて新井さんがこのいいともをまた浮上させようとしてたの、すごかったですね。だから休みの日にまた祭日でしたけど 20% まで行きましたもんね。ああそうですそうです、これすごいですよ、 6% から 6% 5% まで落ちた番組が平日でも十何パー行くようになって、祭日で 20% みたいに戻ったし、すごかったですよね。まあそうだよね、あの、うん、実はタモリさんも狂気を求めてた人ですからね、うんうんうん、で狂気の中でゲラゲラタモリあのいいともってタモさんが笑ってなきゃダメなんですよ、うんうん、タモさんってやるんじゃなくて笑ってるバカだなこいつらってタモさんが笑ってれば絶対数字上がるんですよね、うんうん、だタモさんが普通にこう真面目にやってるとね、まあ面白くない回なんですよ、はい、なるほどね、そうそう、だから僕はでも入ってきていいともってこう
セットがあってね、うん、ステージがあって、でまず演者の人って入ってきたらタモさんも含めて客席に来るじゃないですか。で独特ですよね、 AD さんが必ずその日にその日のコーナーを全部演じるんですよね。演じるんですよね、全部やるんですよ、うん、でタボリとか勝俣とかつけてやるんですけど、それを見るだけなんですよね。それを見るだけ でタモさんはずっとこう岸田健作とかにマッサージをしてもらったりとかしてそうだね、そうですよね、俺もう一回マッサージさせててね、ずっとマッサージしてて、マッサージしてで、みんなが見ててあーって笑うんですよで、勝俣さんとかはすごくいいんですよ、すごい笑ってくれたりとかする。あーちゃんとリハ見るからね。僕もうヒロミさんの担当になった日だったんですよ水曜日ので、めちゃくちゃ尖っててヒロミさんがあの頃本当に僕集団でみんなヒロミさん訴えた方がいいんじゃないかと思うんです。今だって本当にいい人じゃないですか、うん、あの頃多分すっごい自分でもカッカしてたと思う。まあ戦う相手がまたトップチームと戦ってたから、で水曜日のもう本当ヒロミさんが来るんですよ来てバーって来てて、タモさんいるじゃないですか、うん、で向こうステージ向こうですよ、うん、向こうステージで AD がいるんですけど、ヒロミさんがブワーって来たらドンって反対向いて、うん、反対向いて日刊スポーツ見るんですよ。そうだね、リハなんか見ないんだよね。見ないんですよ、うん、怖かったさんまさんも多分背中でステージを見ないんですか。いやだからもうあの時にね、だからちょっとヒロミさん怖い、ヒロミさんでも風間さんすごい空気よくするんですよサムさんとかもすごい空気よくする、ね、リアの AD さんが気持ちよくやらすんですよ。でだって一生懸命やってるからね。そうそうそう、サムさんずっと岸田健作のマッサージじゃないですか岸田健作サムさん見てないからね、見てないニヤ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 してるんで、でねでヒロミさんが怖いとか、でみんなでもヒロミさんがあの多分怖くしてることにもきっと理由があって、うん、あの時のでみんな人それぞれのなんかこうタレントとしての生き方っていうのがやっぱ面白かったですよ ね。あそこの位置の取り方があるからね、はいはい、勝俣さんって雲南やるやらとか出てたじゃないですか、うっちゃんなんちゃんのイメージ僕あったんですよ、うん、で飛鳥さんからもよく勝俣さんの名前出てたし、うっちゃんなんちゃんと仕事するときはどんな感じだったんですか。うっちゃんなんちゃんは3人とも地方出身者でしょ。うっちゃんが熊本、なんちゃんが香川で、俺が静岡 で、うん、で世代も同じ、うん、あと好きなものプロレス、うん、明日のジョータイガーマスクとか漫画で言うと、だから全く田舎の同級生。ああなるほど、うん、で緊張感というか楽しい、楽しい、でずっと楽屋も楽しい。だからロケバスも寝たことがない、うん、うっちゃんなんちゃんの仕事の時。すごい。だからロケバスで寝るやつ俺売れない説ってよく言ってるんだけど例えばうっちゃんなんちゃんの番組で言うと、うん、他にキャインがいたりよい子がいたりとか、だから、うん、もうその修学旅行なのよ、うん、で昨日あってこれがあったって言って、で現場着いたらみんな疲れてるのね、うん、でトンネルズなんかもロケバスの中、うん、みんなで騒ぐから、へえ、で違う番組行くとさ寝てたりするじゃん、うん、こんな、うん、布団かけたり、うん、何これ仕事に行くんだよ今から何してんの、なんでしゃべる、なるほど、ワクワクする仕事、ディレクターもプロデューサーも寝てるって、うん、でそういう番組って跳ねないんですよ、うん、で落ちてくから、だから俺は今もロケバスが好きで、うん、ロケバスに乗って喋りたいんだけどみんな喋れないから。風間さんそれ老害ですそうです、老害、ソフト老害です。そうなんですねだからすごく生きづらくなってるのは分かる、うん、でも僕あのめちゃイケやってる時に、うん、飛鳥さんがよく勝俣さんのことをよく言ってたのが、うんうん、ゲームあるじゃないですか、うん、集団でなんかセットを作ってね橋を走るとか、うん、結構危ないゲームいっぱいやるじゃないですか、フジテレビってやる時に一番手は誰かっていう話になるんですよね、で必ずトリは岡村さんだけですよ、めちゃイケだと、ね、で誰から行くのかって話になった時に大体めちゃイケは加藤さんなんです、うん、加藤さんから始まってって途中で濱口さんがいたりいろいろあって最後岡村隆史がどうなるんだっていうのを見せるゲームなんですけど、やるやらの場合は大体勝俣さん一番手なんですよね、うん、でこの一番手がやることによってこのゲームの難易度とかどのくらい危険なのかとかそういうことを一番手は全部通訳で説明しなければいけないっていうことを、うん、ここ滑るぞとか、そうなんですよね、うん、だから若手芸人だと一発目で大きくボケようとしたりとか、うん、失敗したりとかすると、でもそういうことじゃないんだっていうことでこの一人目、そのゲームの一人目がめっちゃ大事なんだってことで勝俣さんはそれを完璧にやってるっていうことで、うん、だから僕はその最初のシミュレーターとしての最高のがメジャーゲレと加藤さんですけど、一発目にやるじゃないですか、でもすごい巨大なセットを作ったりとか、
わかんないでしょ、 AD がどのくらい試しちゃったかわかんないですけど想像以上に危険な時があったじゃん肩なんか外れそうになる時は落ちて、ね、落ちて坂がものすごい急で思ってみて、あれ坂ってねやってみる方と急なんですよね、全然できない。で上から球が落ちてきた、あとやりすぎてて油が染み込んでても全然登れない時とかあるからあれだからやるやらの時の、うん、僕勝松さんの一発目ってすごい大変だったんじゃないか。確かに怪我してもいいと思ってやってたから、うん、あと怪我しないと思って守られてるって、うん、神様いるんだったら笑いの神に守られてると思ってやってたから、はい、だからこう筒があってくるくる回ってそこ走っていかなきゃいけないんだけど、こっちにカメラがあったらこっちに落ちちゃダメなんだよ、こっちに落ちちゃうそうですね、それもそう分かんないで、筒なんかどっちに行くか分かんないからけどできるだけこっちに置いてカメラのところに行ってドーンって落ちて生クリームまみれになって危ないよ死んじゃうよこれとか、そうだから 生クリーム甘くないしとか全部説明しなきゃいけない、説明するんですね。でずっとだからその飛鳥さんがもう一個言ってたのがリアクションがうまい人、運動神経がいいっていうのを言ってたんです、うんうん、勝松さんもそうです。ですごい飛鳥さんが言ってたのは松尾伴内さん、あ松尾伴内さんがひょうきんとかゲームの時もとにかく実は運動神経がめっちゃいい、だから怪我もしないし、怪我しないんですよ、リアクションもいいし、そうそう説明もするっていうそのなんか能力が、そうだね、あ松尾さんそうですね、うんうん、だから出川さんとかも危険なね、だから1.9とか見てると、うん、だあの出川さんも運動神経いいですよね、多分、うん、そうですよね、あもう対応力ができてるんだよね、うん、絶対踏み込んじゃいけないとかいかないし、うん、いやだから僕あのやるやらで覚えてるのがドラゴンクエストみたいなゲームで、うん、なんかよくわかんないですけど、とにかくスタジオに下がプールなんですよ、プールなんですけど、なんかわかんないですけど このぐらいのところに出川さんがとにかく逆さに落ちて逆さすごい絵なんですよ、プールこのぐらいのプールに逆さに落ちて足をバタバタやってるんですけど死ぬじゃないですか、死にますね、死ぬじゃないですか、それをみんなで手叩いて笑いながらみんなでこう引っ張るっていうのがそれがすごいですよね。出川さんは今でこそもう達人だけど、あのやりやらの時の出川さんって毎回終わった後怒られてたの、うん、吉田マー君、うん、吉田マー君がプロデューサーで、うん、まあ下手ですねって全然面白くないって言ったから命を張ることにかけたんですよ、リアクションとかそういうんじゃなくて、本当死ぬ直前に自分を持っていけばみんなが笑うっていうところにあると気づいて、だからリアクションと考えたリアクションじゃないんですよ、死のうとしてたんですよゲームで。なるほど、だから出川さんはある時それを見つけてから、うん、それみんなが笑うってなって、でも死なないんですよ人って、死ぬ直前に誰かが助けてくれるってその信頼感も自分が死に直面した時に感じたんで、で面白いですよ人のチョイス。僕スター錦の生だらでね、うん、ずっとが跳ねて、で僕錦野さんとかって世代じゃないんでスター錦野ってやるとそんな最初分かんなかったんですよ。でもどん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 番組で活躍していることによって結構この天然とスタードの感じがね本当楽しんでたじゃないですか。そうそう、バカだからね、でもいいバカなんですよ、そうですよね、銭の取れるバカだからでも俺その生だらの中であれ視聴者 でもプロだったかな、プロで見てた時に錦野さんがマラソンフルマラソンかなんかして最後に落とし穴があるってドッキリやったんですよ、はいはい、でずっとそれまで引っ張っていくんですけど落ちるんですよ、ドーンって落ちて、落ちてカメラこう見上げた顔があったんですけど、その後編集でエンドトークになってたんですよあ、そうですね、それおそらく、うん、絶対ブチ切れですよね、はい、だって錦野さんはめちゃイケで、うん、めちゃイケバズーカドッキリを、はいはい、極楽の山本がやったのかな、はいはい、慣れてるじゃん生だるもいっぱい出て、はいはい、で、まあ、前の日いっぱい飲んでホテルの部屋で寝てて、で山本がボーンってやったら放送できない放送できない、だからね本当に紙一重なんですよ、うん、だから面白いんですかね、そう生だらはそんなことやっちゃダメだよって、うん、あの意外と普段からやってるの西尾さん怖いけど怖い顔しないでって、うん、そう放送できないからって言うんですか本人に、あの普段から俺たちが言うから、あもうだからまず鳴らさないといけないから噛んじゃダメだよってあの鎖外す前にだからめちゃいけないそれをやんなかったの、はい、どうぞご自由にって、うん、もう何でも分かってますよねってやったけど、うん、ダメなのよ。なるほど、だって錦野さんってなんでスター錦野って言われたかっていうと、最初神田正輝さんと錦野さんで生だらでゴルフ対決をやって、うん、紹介の時にスター神田正輝、そして
ウラスター錦野明ってやったんですよ、うん、そしたらブチ切れててめえ誰がウラスターだこの野郎俺だってスターだっておかしいじゃん、うん、いいじゃんウラスターで受けてんだからで次の回からスター錦野明ってやるんだけどあのひらひらのやつが明らかにバカにしてるバカにしてるんだけどスターって言われるからうわっつって、うん、でドッキリでも落とし穴落とされても生クリームだらけになっても、うん、あの空に太陽が流すと、うん、あれ歌える、ディナーショー来るからあれ絶対歌う錦野さんは面白かったですよ、うん、そうか今度秋ですかネットフリックスのあのまだ時期は言えないんですけど年内ですね年内に極悪女王というネットフリックスシリーズのドラマがあるんですけどユリアン・レトリバーがダンプ松本さんの役をえクラッシュも出てるのクラッシュは、出てないんですけど長代千草さんが全部現場に来てプロレス指導じゃあ本当に大変だからねプロレスで、はい、やってくれてみんな結構これはそうですねイベントで来た日なんですけどもともとこれ僕今田さんの番組で今田にファンですっていう番組をやってたんですよ、うん、で未だにファンの人が来るっていう番組だったんですけどそこで長代千草とダンプ松本の会っていうのがあったんですよあいいな、5年ぐらい前かその時に、2人が出てきてファンが出てくるんですよ、うん、その時に当時の話も面白いんですけどあの伝説の紙切りマッチじゃないですか、はい、長代千草対ダンプ松本ダンプ松本の大阪城ホールの、はい、であの時の V を見れないと未だにドキドキしちゃってもう許せないっつってそれでその場で見せるっていうことをやったら号泣するんですよ号泣するでしょ長屋ファンは号泣するよねで号泣してでその時に、ネットフリックスで全裸監督がヒットした後で、うん、で僕それたまたま番組で僕自分がやった番組だったんで見た時にこの時代すごいなって思ってしかもダンプさんに聞くともう世の中が本当にダンプ松本を嫌ってた嫌ってました本当に、うん、で例えばバラエティに出てきてユーニャン出てきて片岡鶴太郎さんを市内で追っかけても、うん、もう殺すって思ってたじゃないですかダンプ松本がそうだねでその後ねどんどんいい顔になってったけど前藤さんが接しますとかノーチが出て、うん、でもみんなダンプ松本を本当ぶっ殺したいって思ってたんですよねあれだから入場の時にこう兜とか鎧をかぶってきたのは、はい、ぶつけ紙テープをぶつけられるんだよねなるほど紙テープってこう投げてサーってなるのを紙テープごとぶつけられるからこうちゃんとガードして兜をかぶってだってダンプさんのお母さんも石投げられてる、うん、そうなんですよね不幸になっていくんですよねそうだからダンプ松本という人はプロレス界でねビューティーペアに憧れてプロレス界に入って、はい、まあ本当はねベビーフェイスやりたかったんでしょうけどうでも悪役をやって金も手に入ってね有名になったけど不幸にどんどんなっていったっていうのを自分でドラマにしたいなと思ってドラマに俺だってネットフリックスでダンプ松本さんのやりますって聞いた時になんで今まで誰もやってなかったんだろうって、はい、確かにネタがすごいじゃないすごいっすまあもう本当に新人として入る時から、はい、でいじめもで前女のすごいのは勝たないとファイトまでもらえないんですよ、ねうん、あの時代、うんうん、だから本気の喧嘩なのでなおかつ裏で相手が悪口言ってたぞって例えばダンプ長屋がお前の悪口言ってたぞって長屋さんの方にはダンプがお前の悪口言ってたぞって焚きつけるんだよねこの前日のねいろいろ噂もありますけど松永兄弟というね、うん、人たちの話も書いてるんですよ、うん、もうドラマに入ってくるんですけどその人たちが本当にねクラッシュとダンプにおクラッシュダンプ文句言ってたぞっつってダンプにはもうクラッシュがお前のことなんでお前あんなことやってんだって本気にしてたら駆けつけるんですよ何年間もで本当それでぶっ殺してやると思ってたんですよね、うん、そんな時代の話がなんか作れたらいいなと思ってこれでも絶対世界で受けるとも思ってるんですよねいやそうだね、うん、で本当の映像もあるしね、うんうん、要はもう昔は例えば凶器を出してこう殴るぐらいのまれだったのが、うんある時ハサミを出してここを切るっていうもうめちゃくちゃよねすごいすごいっすゾッとゾッとしそれをゴールデンで流してたんだからあの時代はそうすフジテレビのだって 24% 紙切りマッチ 24% 取ったんですよ7時半からちなみにですけどあれ大阪城ホールだったんでカンテレからメインだったじゃないですか、うん、で翌週紙切りマッチの翌週かな打ち切りになったんですカンテレあの時代に残酷すぎるとクレームがとんでもなかったらしいです
ぐらい、あの時代に打ち切りになるぐらい、だって視聴率 20% 取ってるからいいじゃないですか。それでは許されないぐらいのものがテレビで放送されてる。いや俺も時々 YouTube で見つけてみるけど、ゾッとする。ゾッとしますよね。ゾッとする。で本気、まあ、もちろん本気なんだけど、あのもうプロレスじゃないよね、殺し合いだよね。だから昔殺し合いってこういう空気だったのかなっていう感じしますよね。もう入場からさ、入場から、あとね、なんかユーチューブさんが負けて髪切れる時にファンの人が失神したりとか、そう大泣きして、大泣きして失神して、でもさ流れはちゃんとこうやってさ、こうやってやられるんですよね。あれはかっこいいんだよね。かっこいいんですよ。流れは流れで 見せるんだよね、はい、ダンポはダンポで見せるし、はい、いやいやこれはもう交互期待というか、はい、10話ぐらいやるんですか。いやいや、もっと短いです。もっと短いですけど、結構1話ごとが長くてですね、かなり見応えがあるんですけど、だって今本当にアメリカの WWE っていうプロレス団体で日本人が活躍してるから、アスカさんとか、だからこれ でこの前ブル中野さんが殿堂入りしたんで、めっちゃいいタイミングだと思う、うんうんうん、いやちょっとねこれは世界一にしたいという、はい、で俺多分ダンプさんみたいなキャラクターがアメリカで出ると思う。あーなるほど、うん、あメイクしたりとか。なるほど、本当の悪グレで確かに最近市内使い出してるんですよ。あみんなアメリカンプロレス市内って音がして痛そうだからあのベニーさんに気づいたんですかねバーンって痛いって、はい、でそれほど傷つかないじゃん。その傷つかないし、じゃあ次イットカンですね。イットカンもそこをくり抜かないといけないからね。そうそう、だダンプさんがまた新しいプロレスのブームを作ると思うんで、すごい。いやこのネットフリックスの作品はものすごい楽しみ、うん、